表彰イギリスの陸軍航空隊は、イギリス陸軍における航空部隊である。最初は1942年、その後1957年に再編成されており、現在は陸軍における航空兵下として組織されている。5個作戦連隊、2個訓練連隊、1個予備役連隊と、数個の独立飛行隊及び独立飛行小隊等で編成されているが、不評や、 騎兵の連隊と同様のカーネルインチーフや名誉職の連隊長といった役職が航空隊に置かれている。本部所在地はハンプシャー州、ミドルはロップ。カーネルインチーフのチャールズ皇太子、副連隊長のウェストミンスター皇。イギリス陸軍が最初に空中に進出したのは19世紀の観測気球だった。航空機による最初の部隊は 1911年に編成されたイギリス陸軍工兵隊の空中大隊である。空中大隊は翌年イギリス陸軍航空隊陸軍ウィングに拡張され、第一次世界大戦のほとんどを陸軍航空隊として戦った後、1918年4月1日にイギリス海軍航空隊と統合をされ、イギリス空軍となった。両大戦艦イギリス陸軍は、 空軍の共同飛行隊を利用していたが、第二次世界大戦開始までは、陸軍の実戦参加の機会は発生しなかった。第二次世界大戦が始まると、陸軍砲兵隊の将校は、空軍の専門家の支援の下、空軍に所属する航空観測飛行隊のオースター観測機を運用した。そのような飛行隊は十二個編成され、それぞれ多くの方面における多様な任務で重要な、 役割を果たした。対戦初期、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、陸軍の新たな航空部門である陸軍航空隊の設立を発表した。AAC の発足は1942年であった。最初の構成部隊は、グライダーパイロット連隊と落下山大隊、それに、航空観測飛行隊であった。1944年には、再編成された。 SAS 連隊がそれに加わった。対戦において最も欠出した戦果の一つは、1944年6月6日、ノルマンディ上陸に先立って完光された、ペガサス強攻撃である。3機のグライダーが着陸し、幾分かの犠牲は発生したが、パイロットもグライダー空挺部隊と共に不評として、戦闘に参加した。彼らは橋を戦闘開始10分以内に確保し、 その後、奪還しようとするドイツ軍の試みを何度も撃退した。彼らは、間もなく、ラバット教率いるバグパイプ奏者ビルミリンによって先導される有名な第一特殊任務旅団によって救援、増強された。そして続いてイギリス第三師団の部隊がそれに加わった。AAC は1949年に解体となり、SAS は以前の独立した存在に戻り、 落下3連隊とグライダーパイロット連隊は、グライダーパイロット、落下3軍団の参加に入った。グライダーで飛行したパイロットたちはすぐに、動力航空機に乗り換えることとなり、航空観測飛行隊に統合された。1957年、グライダーパイロット、落下3連隊は落下3連隊と、グライダーパイロット連隊に改名し、航空観測飛行隊。1970年以降、 ほぼすべての陸軍旅団は通常12機の航空機で構成される飛行部隊を少なくとも1個持っていた。1970年代の主力ヘリコプターはスカウトまたはスーであった。この戦力は1977年のリンクスヘリコプターと非武装型ガゼルの導入によって速やかに増強された。ヘリコプターの操縦訓練は1970年代はスー。 1980年代から1990年代はガゼルによって行われ、現在はスクイレルによって行われている。AAC 部隊の運用する固定翼機は観測及び連絡用のオースターアップ6とアップ9、それにビーバー AL1 であった。1989年以降は監視及び計、輸送任務のために多数のブリテンノーマンアイランダーとディフェンダーを 運用した。練習機としては、チップマンク T10 練習機を使用したが1990年代に、スリングス B フ i イ e f l y T-67 と交代した。陸軍航空対戦力のさらなる拡大は、アパッチ r 1攻撃ヘリコプターの導入であった。2006年、イギリスのアパッチは、NATO の国際一安支援部隊の一部として、アフガニスタンで任務に就いた。 2007年7月、4機のビーチクラフトキングウェア350アーズにアフガニスタンにおける監視任務の命令が下された。同機は当時使用されていたアイランダーよりも非常に有用であったが、運用はイギリス空軍が行った。2010年2月現在のカーネルインチーフはチャールズ皇太子、連隊長はアドレイン、ジョン・ブラッド少々賞、副連隊長は 第6代ウェストミンスター公爵、ジェラルド・キャベンディ・シュグロブナー少将が務めている。陸軍航空隊参加の核作戦部隊及び予備役連隊のほとんどは統合ヘリコプターコマンドあるいは第16空中教習旅団に配属され、実戦任務に就く。詳細は EN リスト・オブ・アーミー・アー・コープス・エアクラフトユニッツを 参照イギリス陸軍航空隊は連隊を基本単位としており、配下の飛行隊には600番台後半の番号が割り当てられている。かつて存在した部隊、編集でケリア基地は閉鎖されており、この部隊もすでに陸軍航空隊ウェブサイトの部隊一覧から削除されている。イギリスでの航空ショーで展示飛行する陸軍航空隊のウェストランドアパッチはマイナス64。 D ロングボーボスニアにおける陸軍航空隊のウェストランドリンクスオースターアップ5観測機バトルオノアズ陸軍航空隊はイギリスの軍事的な定義ではコンバットアームの一つとされており AAC に現在までに与えられた栄誉は以下の通りである不評や騎兵の連帯ではコロネル同航空団は陸軍航空隊所属の2個飛行隊と空軍の 第7飛行隊を指揮下に収める。http://www.army.mod.uk スラッシュ aac スラッシュユニッスラッシュ fli ghts スラッシュインデックス htmi ランダースク入れる。 ハットガゼル、ハットエビ http コロンスラッシュスラッシュ www.army.mod.uk スラッシュ aac スラッシュ equipment スラッシュ links.htmwestlndlynx ハットアタックヘリコプターありがとうございます。